5歩をなって11レーースス S 級予選競争スタートで奇数番の4車前をスタート直後争いましたが最終的には山本と松岡の争いになって山本が前を取っています5番1番その後ろに3番の山口4番の坂本が4番手から上昇1車上げて松岡の後ろです その後ろに6番の池田が続いていきますこれで中段の九州三社が出来上がって前段は前で待ち構えます山本に 2, 2番の米島が上がっていき連携をこれから整えるところ後方はすでに7番のハブ3番の山口で整っています2周1コーナー米島が成功補に収まって体勢落ち着きましたその米島が成功補です 今年から初の S 級へと上がっております、この米島まだ S 級での勝ち星はありませんが昨日32歳の誕生日を向けて迎えましてまたここからは新規一転というところでしょうかマークは5番の山本翔2月1日に勝ち星を挙げて300勝にリーチとしています299勝。2番5番5岡山勢が前段 中段3番手に1番の松岡達弘です前回当時11月の F1 戦は特選から1着2着決勝2着という戦歴でしたマークは4番地元の坂本和也落車もありましたけれども現在初日は2連勝中12月の佐世保記念は準決勝まで勝ち上がりましたライン3番手が6番の池田残り2周半を切って6番手から7番の羽生厚弘が上がっていきます 12月の佐世保記念は最終日に勝ち星がありましたここは松岡との同期対決にもなりますがその松岡をスルーして前まで上がっていきまして残り2周回です羽生、山口誠也この2人が前段ですがここを叩き気味に上がっていくのが九州勢、松岡ですジャンマイ2コーナー前を抑えました羽生は2番手インコース粘ったところから打ちをすくう狙いでしょうか打者を迎えていきました打ちをすコート上がっていきました7番の羽生 松岡をさばき気味というところですがタイレース短いところをかましていくのが2番の米島です5番の山本を連れて岡山勢が巻き返しを決めていきました最終ホームです残り1勝を切てきました3番手はハブでその後ろが1番の松岡117機の2人以下4番6番3番最終バックを迎えていきます2番の米島が先頭2番手が5番の山本翔3番手から7番のハブです1番の松岡とともに追い込んでいきますかどうか直線コースさあ5番の 山本岡、中突っ込んで4番の坂本もいい伸びでしたゴール前、接戦です横に広がったような争い第11レースが終了しましたリプレイで振り返っていきますホームでかまし決まった岡山勢そして迫っていくのが中割っていく地元坂本外からは羽生松岡ゴール前の争いはわずかに5番の山本でしょうか決まれば通算300勝のメモリアル V そして4番の坂本内強襲 あとは2番の米島と7番の羽生が3着争いになるでしょうか、まあ、いずれにしましても正式な決定までもう少々お待ちください。以上11レースでした